はい、ポンズちゃん用に先をこんなのと変えました。これは別のやつについてたやつね。はい、あ、アンズちゃん用だって言ってんのに。あらら、強いな。あ、痛い。爪。あ、取られた。早。羽がいっぱいついてた。ラブ君には。すぐ取られちゃった。うん、弱っちかったね。でも前いっぱい遊んだからね。まあ、これでちょっとやってみよう。ラブ君、ラブ君やめて。君は強すぎる。あずちゃん、あずちゃん頑張って。はいはいはい。あずちゃんもいた。ああ、取られた。取られた。じゃあそっちに頑張ってもらおう。はい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 。これはダメでした。じゃあ直しときます。もう前から使ってるから弱くて。うん。バラバラにされちゃう。ラブちゃん、君、爪切ろ。もう1週間で譲渡会だからね。それまでにちょっと。はい。キャリーに入った。ここも正しいでしょ。
潮がここでまったりしてるからあんずちゃんがそれに加わったらいいんだけど、どうだ、ほっといたら少し和む。あれ、ラブちゃん、遊びせっかくいい感じかなと思ったのに。遊びたいような感じの雰囲気を殺してしてみたい。じゃあ、こっちか。そこに引っかかるね。あんずちゃんは正確にはちょっとわかんないんですけど1ヶ月と10日ぐらいかな、21日だったっけ、26に来たんだっけ、うん、そうすると1週間、1ヶ月と1週間ぐらいになるのかなになりますが、まだ未だに触ることができません。まあ、たまにね不意をついて触るんですけど、触ったら逃げると、で触られないように逃げているという状態で、まあ苦肉の策ですけれども、本当ならばさあのケージの扉を開けていることはちょっと危険かなと感じていましたが、まあラブくん、シオくんが、ケージに入っても平気だということと、よーくこのアンズちゃんの性格を観察しているとどこかに隠れて出てこないっていうタイプとは違うようにも思えてきました。その場で起きるその人間との距離感だけが、嫌なんだなと。ということは、一旦外に出て、まあ、どこかにね人が、いるからっていうんでどっかに隠れたとしても最終的にはケージに戻ってくるんじゃないかなということで、今はまだここ、そうね、ケージの扉から1メーターと離れませんね、きっとね、ほんの、数十センチ出たところですぐ引き返しますので、でさらにはあっちですね、すぐそこに、キャリーケースがあって、ここは、みんな面白くて入る場所なんですけど、ここを、隠れ場所にさっきちょっとしましたが、ここからですらすぐ戻りました。このやり方ちょっとやってみようと思います。ケージの外に出たからって触れるっていうことではないんですが、何かのきっかけに使えるんじゃないかなと。そして、アンズちゃんに関しての、まあ、予測というか予感というかなんですが、なでなでをできるようにしてなってしまえばすぐだと思うんですよね。この子なんか性格がこう優しいというかふわっとした感じがするので、その壁さえ乗り切ればと思っています。
度この状態でウォッチしてみようかな。うん、出た出た。何にも言わなくてもあそこは行けるようになってるね。うん。結んでいけばいいかな、余ったやつ。ちっちゃくて、取りにくいところはちょっと悲しそうな感じがします。ハブちゃんはね、キャリーとケージを行ったり来たりしてるね。今一旦行ってケージに戻ってまた行ったよ。あ、そう、うん、今ラブコ行ったから面白い。その前に行ったんじゃないかな、ちょっと目離してたから分かんないけど、あの多分探検が始まってるんだと思うけど、やっぱり歩腹前進に近い。うん、そういえばジャンプの最初の頃さ、うん、歩腹前進で出てる、うん、ただね、その前に触れてたんだよ、ね、触れてたっていうか、まあ、殴られながらね、うん、アンズちゃんさ、パンチ出していいからさ、ちょっと触らしてよ。アンズ第二基地っていうことでいいかな、あそこのキャリーをね。じゃあご飯行きますか。また行った。入ったり出たり入ったり出たり。うん。でもやっぱり怒らないもんね、ラブちゃんが言ったり。そうなんだよね。うん、だからこの親子の関係性を利用してなんかうまくいくといいね。シュン君はね、どんなにラブちゃんが強くダウンみたいな。兄弟なのかなみたいな。